はい、おはようございます。ロサンゼルスの浩平です。今からですね、羽根付き餃子を、作るところなんですね。で、僕、羽根付き餃子っていうのを、まあ、過去何回もトライしているんですけれども、一回もうまく作れたことがないんです。もし、皆さんで、料理上手な方いたら、ここはこうした方がいいぞとか、いうのあれば、コメント欄とかに、残していただければと思います。では、早速、行きたいと思います。はい。でですね、今回用意したのは、このポークの、餃子なんですけれども、これ、まあもうあと残りわずかでちょっと使ってしまいたいっていうのがあるものですから、作る感じなんですね。はい。で、僕はですね、まず最初に、ごま油を、入れると、いう感じですね。はい。いいかな。はい。まあまんべんに、かけてあげると。いう感じです。でですね、まあ、ちょっと焼いてる間に今このアメリカ、まあ、ロサンゼルスですね、差別の問題がちょっとアジア系にも広がってきてるっていうことについても、ちょっとお話、ちょっと時間、蒸してる間にちょっと時間あるものですから、その間にちょっとお話ししてみたいと思います。はい。では、早速、いきます。油が温まってきたんで、まあ、もう残り本当にわずかなんで、まあ、こんな感じで乗せていくと。いう感じですね。今日はピーナッツは、いつも料理するとピーナッツどっか行くんですけれども、今日は、ここでなぜか寝ている感じです。もうちょっとですね。はい、いいかな。はい、こんな感じで乗せました。はい、見えますかね。はい、これをですね、まあ、ちょっと置いて、はい、ちょっと置きますよ。置いてですね。で、今ですね、この小麦粉を用意したんですよ。いつもはこれ片栗粉を僕用意してるんですけれども、今回は小麦粉でちょっと挑戦してみたいと思います。はい。で、これに、ちょっと水を入れるという感じですね。はい。まあ、これで、まあ、うまく羽がついてくれればいいんですけれども、まあ、いつもちょっとこの水とか、いう、適当な、まあ、量なんですけれども、これちょっと小麦粉に混ぜるという感じですね。水少ないのかな、ちょっともうちょっと水入れました。はい、まあお湯の方がいいのかもしれませんけれども、これをこうしてですね、ほんで、こうかけると、もうちょっと強火でいこうかな。はい、あっしまった、こぼしちゃいましたこぼしちゃいました、思いっきり、ああ最悪ちょっと拭きますね。はい、勢いありすぎて、こぼしました。後でちょっと掃除するのが大変そうです。ちょっと完全に小麦粉の量を間違えたっぽいですまあもう仕方ないんで、いいです。ちょっといつもより多めに入れたんですけれども、今ロサンゼルスでですね、アジア人に対してちょっと差別の問題が大きくなってきているんですよ。というのは、まあ、先日僕ツイッターの方でもツイートしたんですけれども、まあ、総領事館、ロスにある総領事館からトーレンスっていう町ですね、まあ、トーレンスっていうのは、日本人がいっぱい住んでいる町、まあ、僕の住んでいるところから、ちょっと距離もあるんですけれども、そこにある日系店舗で、ある、まあ、脅迫文みたいなのがちょっと貼られていたということなんですね。まあ、その内容が、まあ、結構ひどい内容でして、まあ、ちょっとこちらでちょっと YouTube で全部、まあ、言えないぐらいの、まあ、要はその、まあ、日本へ帰れとか、まあ、猿とか、まあ、モンキーとか、そういった感じの、まあ、ひどい文が、まあ、いろいろ書かれていたわけです。まあ、帰らなければ、さもなければ、何々するぞっていう、まあ、結構ひどい文章が書かれていて、で今実際捜査中でして、まあ、それは実際アメリカ人がそこに貼ったのか、もしくは同業者かもしれませんし、まあ、誰かは今のところは分からないんですけれども、まあ、こちらでは結構ニュースで取り上げられるぐらいのやっぱひどい内容だったんですね。でですね、今ちょっとこういう問題が結構増えてきて、でまたそのトーランスっていう町の話になるんですけれども、まあ、これも総領事館から、まあ、いただいたそのメールでもあったんですけれども、まあ、アジア人に対して、まあ、あるご年配の方が、まあ、結構ひどい、言葉、罵声を言ったということなんです。で、まあ、その内容が、まあ、その言葉がめちゃくちゃひどいんですよ。まあ、見られた方もいるかもしれませんけれども、もう動画であちこちに回ってますんで、まあ、本当に、まあ、アメリカ人が、まあ、アジア人、そのアメリカ人、女性なんですけれども、女性に対して、まあ、言ったのも女性みたいなんですけれども、女性なんですけれども、まあ、本当にひどい内容だったんですね。それも結構捜査中みたいで、まだなんか捕まっていないのかな、わかりませんけれども、殴り合いとかではないんですけれども、
まあ、ひどい内容だったわけです。で今ね、僕のそのこれ日本人社会だけではなくアメリカにある、まあ、例えば僕あの韓国人の友達とかも結構いますけれども、まあ、ロスにもまあコリアンタウンとかあるわけなんですけれども、まあ、そこでもまあ僕の韓国人の友達とか今も結構まあひどいこと言われているっていうことなんですよ、うん、ね、まあそのね、このあの今話題になっているその黒人、まあ、そのまあその事件のきっかけにまあ、なったのか分かりませんけれども、まあ、いろいろ問題起きていると。で僕の周り の, その台湾人とか中国人の社会でも、まあ、結構ひどいことちょっと今言われているというような、状態が明らかに続いているという感じなんです。 でもこれはあのカリフォルニアだけではなくて、まあ、東の方の州でも今こういったことがちょっと増えてきているということなんですね。でまた週末のライブとかでもまた皆さんにお聞きしたいなとは思っているんですけれども、うん、まあ、そういう形です。で、いいかな、ちょっと、こんな感じになっております。はい、小麦粉の量が間違えたのか、分かりませんけれども、もうちょっと置こうかな。はい、時間は大丈夫かな。もうちょっとですね。はい、でですね、で、まあ、こういった背景として今このアメリカ、まあ、非常に、まあ、なんていうかな、その風当たりというか、まあ、厳しい生活の人が今どん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 増えてきていると。で失業、まあ、それはまあ今このコロナの後からも失業者がまあ一気に溢れてきて、でまあこれからもどんどん増えるというのはもう間違いないと思うんですけれども、でまあもう生活が非常に大変なわけです。で今ね、その失業してない方でも失業仕掛けとか、もしくは解雇にはなっていないけれども、その仕事する時間が半分以下になっちゃったとか、まあもう仕事量がないんで、まあそうなっちゃったという方も増えてきているわけなんですね。でまあそのこれちょっと揺らした方がいいかな、なんか揺らした方がいいって書いてあったんですよ、あのネットで調べたら。でなんかその、まあ、結局こうなったのはですよ、まあ、こういう風な経済になったの、あの非常にひどい条件になったのは、まあ、コロナが悪いと。でそのコロナを出した、まあね、その一般的にはその、まあ、中国から流れたとか、まあ、言われているわけなんですけれども、あ、まあ、中国も、まあ、韓国もその日本も、まあ、大体一緒でしょって 思われるような日本、あのアメリカ人も結構いるんですよ。で、まあ、日本人からすると、ね、言葉も全然、ね、韓国とか中国とか台湾とか、まあ、全然言葉違いますし、食べるものも、ね、違うわけなんですけれども、あのアメリカ人から見るとですよ、その、まあ、もちろんアメリカ人の種類にもあの、ね、その人にもよりますけれども、大体その辺みんな一緒でしょという、まあ、人たちも、まあ、やっぱりそれなりの割合でいるわけです。でそういった中から、まあ、アジア人が悪いとかいう感じでやっぱりね、一部で 思われてる人もね、やっぱりいることはいるんですよね、残念ながら、うん、で、まあ、そういったことがちょっと背景にあるわけです。例えば日本でも中米のね、あのちょっと固まった国とか、まあ、南米のちょっと固まった国とか、まあ、その辺なんか一緒って思われてる方とか、まあ、いませんでしょうか。まあ、わかりませんけれども、まあ、そういった感じでね、まあ、アジア全体で、もう悪いっていうような感じで思っている人たちがやっぱそういう背景もあって、ね、ちょっと今回の黒人のあれをそれをきっかけに、まあ、アジア人に対してもそういうことが広がっていったのかななんて、思う感じです。ちょっと待ってください。いいかな。はい、もうこんな風になっております。これでですね、ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってください。どんな風になってるかな、思ったよりマシというか、そんなにひどくはないです。、はい、でなんかね、これに油を、ね、また入れた方がいいっていうのをちょっと聞いたんですよ。でちょっと、ごま油を、サイドから、流し込んでみるという感じですね。はい、珍しくピーナッツ、あ、ピーナッツがちょっと動いた。ピーナッツ、はい、ピーナッツにお菓子あげます。思ったよりマシですけど、やっぱりちょっと焦げてますね。はい、いいかな、どんな感じ、まあ、悪くはないと思うんですよ、いつもよりは、うん、いつもよりは悪くない。あ、でも分かん、もう焦げてきたからちょっとこの辺で、いいかな。まあ、そういうことがちょっと背景にあって、まあ、アジア人に関してもちょっとここ最近、うん、まあ、結構厳しい、まあ、感じになってきているということなんで、まあ、皆さんも、
ね、まあ、日本から、まあ、旅行ちょっと今簡単に来れませんけれども、来られた際とかはちょっと気をつけられた方がいいのかななんて思います。はい、で僕の方はね、まあ、日頃いろいろちょっと心配してくださってる方もいらっしゃるんですけれども、家に基本的には引きこもっているものですから、まあ、そんなことあんまり言われたことは、ね、ないんですけれども、そういった感じです。もうちょっと待った方がいい気がしますけれども、もう焦げてきたんで、ね、もうやりたいと思います。じゃあこれをですね、こうして、こうすると、あ、ちょっと焦げた。焦げました。ちょっと醤油をかけて、いきたいと思います。はい。では醤油、ちょっとかけて、ではですね、ちょっといただきたいと思います。はい。あれ見えるかな、はい、見えてるかな。はい。思ったより、いつもよりはうまいことができました。はい。もうちょっとパリってするのを予測してたんですけれども、うん。まあ思ったより、ちょっといい感じです。はい。今までで一番、ちょっと羽がついてます。うん。そういう感じです。はい。普通に美味しいですよ。はい、まあでは今日はちょっと以上です。で最後にですね、またピーナッツにちょっとお菓子をあげて終わりたいと思います。はい、デンタル、はい、ちょっと待ってくださいよ。はい、デンタルケア。ではちょっとまあ皆さんも、まあそういったちょっと差別とか今ね、アメリカ緊迫しているんで、まあ暴動とかありますんで、まあお気をつけいただければと思います。では今日は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。